ちは、ひめひまです。今回はですね、今日はアルちゃんがうちに来るんですけど、今日はアルちゃんにドッキリを仕掛けちゃいたいと思います。その名は彼氏ができたドッキリです。ひまがアルちゃんに、実は彼氏ができたんだよねみたいなことを言ったら、アルちゃんどんな反応をするのか検証していきたいと思います。で、そういう系ちょっと初めてなので緊張するんですけど、まあ子役ではないので、ちょっと温かい目で見てくれると嬉しいです。じゃあ早速やっていきましょう。レッツゴー。で、R ちゃんがあと1時間ぐらいに来るので、ちょっとここに隠しカメラをね、設置したんです。見てください、ここにセットしてあります。ここなんですけど、わかりますかね。まあ、照明は今あるだけで、うん、後ではなくすんですけど。R ちゃんをだからこの辺にこう、こうやって座った感じがいいんじゃないの？で、こういう感じで、ね、あのね。あ、こういう感じ。ね、今の表情はいいの？見えなくて。いいよ。こういう感じ。まあ、ここがベストだね。この辺、椅子の前あたりで壁側向いて R ちゃんが話すっていうのがベストだね。じゃあ撮っていきましょうか、はい、後でね、来てから。はい、でもあと30分ぐらいで来たね。やば、はい、あ、じゃああと25分だ、はい、って感じでセットしたんですけど、設定とかもよく考えて、この方を見せるってことはあんま言えないんですけど、学校はちょっとまだあんま友達も多くないじゃないですか。それでさすがに学校の彼氏ができましたとかだと、ちょっとね、不自然すぎるので、今回は YouTuber の子という設定でいきたいと思います。まあ画像検索をしてその方にしたいと思います。ではすぐやっていきましょう。ドッキリスタート。あ、ちなみに彼氏はできてません。スタート。はい、ということで、いよいよですね、今 R ちゃんが決めるので、ちょっとこれをセットしていきたいと思います。よし、では行ってきます。最高傑作だね。じゃあね。はいはい。お邪魔します。行って。はあ、寝れんじゃん。マジ？マジ。ねえ、ちょっと言いたいことがあるんですけど。なんですか？絶対内緒だよ。はい。絶対言わないでよ。寝ぼこを壊しました。とか。寝ぼこを壊しました。寝ぼこを壊しました。何これ？何これ？これ。ひまちゃんがやった？違う。あ、これあれ。ここに。何？あ、これね、これの日常用のカメラで、たぶんパパがモニタリングって撮ったわけで。ひまちゃんね、なんか、アクセサリーつけたのかなって思ったの。うん。カメラだった？あ、ひまのベッドがってこと？うん、案外ね、もっと長くなってきましたね。これ回ってんの？なんか赤いのにさ、赤いんだけど。回ってんじゃないの？回ってないよ。なんで？もういいや。本当にひまちゃんじゃないですか？いや違うって。もうさすがにないよ。カメラここに5個も何個も5個も10個もあったら気持ち悪いでしょ。なんであるのよ。うわ、立って
る？撮ってない。撮ってやるよ。マジ？本当だ。ちょっと消す。いやと今撮ってなかったもん。録画してんじゃん。なんて言った？あ、そう消す。撮んないでください。撮ってないって。撮ってない。そうその疑うけどさ。なんか。YouTube やめようと思うんだとか。いや実はそれを仕掛けようとしてました。ひまわり解散しようドッキリを。イエーイ。ということで今回ドッキリ失敗でした。やって。今日は、うん、あのひまわりの解散ドッキリを仕掛けようとしたんですけど。はい。っていうね。以上です。バイバーイ。バイバーイ。なんだすぐバレちゃったの？すぐバレた。そうなんだ。え何そのカメラ？え？何が？何が？何どうしたの？なんかあった。え？なんでアルちゃんすぐ分かったの？はい、じゃあ仕込んでいきます。あのこれね、パパが開けてくれたので大きさね。こういう感じでいきたいと思います。どうなんでしょうか、アールちゃんの気づくとか。で、これをあで、こういう感じでね、いきたいと思います。梅干しシート、あなた今食べれます？食べれますよ。ちなみにこれは何が入っているでしょう？3つ以上当ててください。梅干しと3つだよ、3つ。あ、いいよ、ってさっても。わかりません。梅干ししかダメね、それじゃもうこれは与えませんよ。いやカメラがある。何がさすがに何やるんですか。すごい、いろいろかね。じゃあこの1袋何キロカロリーあるでしょう。120g。 入るわね。どうぞ。え、いけ。あ、来て来て。なに？え、ちょっと待って。なに？なに？来て来て。見えますよ、ここから。やだ、なんかやなんだけど。何？見て。何これ？タグ。何が気持ち悪いの？あれ？あんた。ねえ、ちょっと来て見てこれ。クマちゃん。あのね。うん。まだ。まだ食べた時には言ったんだけど。うん、よかったね。嘘だよ。いや、ガチガチガチ。やめる？嘘しとか。見る。やばい、あの、YouTuber なんだけど。うん、嘘だね。いや、ガチガチ。君、嘘つくの。いや、ガチガチ、この人なんだけど。ねえ、なんでそんな、早く。ガチ。え、見て。なんかそれ、なんか、UM の、なんか一緒にさんのよ。めっちゃイケメンじゃない？へぇー。へぇー。え、何？シネじゃないの？この人？やめて。この人だよ。へぇー。私、これだった。へぇー。ガチだって、え、本当じゃ何見せればわかんの？なんでこの人なの？なんで？なんでこの人なの？ドッキリパラダイスですね、今日は。え、違うって、だってカメラないもん。違うって、さすがにそれはない。え、ないじゃ、何見せれば信じてくれんの？信じるのはね、そう簡単にはいかないんだよ、わかる？うん。信じてって言われてもね、それが嘘か本当なのか誰かもわからない。エピソードを聞いて、エピソード。はい。なんか、あのね、なんか中…今この人中3なのよ。で、あの…何で友達じゃん。それで、LINE が公開してたの、お前もともと。YouTuber のことが LINE してるから。うん。そう、それで、あの、あんまり会ったことないの、その忘年会とか、イベントとかしか。はいはい。それで、なんか、LINE とかで、ほんと。ガチガチ。ね、ほんとですか？ほんと。あ、そうそう、住んでるのはそこにまだ行けないから。うん、面白いみたいな。うん、よかったね。ちょっとさ、ね、信じてないでしょ。見せたわ。その意見絶対信じてないよね。だってなんか嘘っぽいんだ。
いやだから、めっちゃ嫌だわ。大嫌いせんか。じゃあどこがいいか言ってください。キャッコ。やっぱイケメンでしょ。で、背も結構高いのよ。で、だから絶対信じないよね、そんなこと言っても。次。頭もいいの。次。で、神奈川に住んでるんだけど、この人。なんで？なんで神奈川に住んでるの？じゃあ佐藤だけど、どっちの方がかっこいいですか？まあ、やっぱこの子かな。じゃあ天童先生とその人だったらどっちの方がかっこいいですか？いやなんかまた違うじゃん。そのなんていうの？半目線で見るとイケメンだけど。天童先生とどっちですか？ね？ね、綺麗。ラインのトーク画面見て。ね、ラインのトーク画面見てくれたらわかる。やだ。なんでラインのトーク画面見ない？だってそれだってさ、わかんないよ、本当か。作れるかも。作れないし。やばい。なんでじゃあ100個言ってくれないの？ね、だからさ、信じてよ。じゃあどうすれば信じてくれるの？じゃあ逆にどこに100個言う？どこにカメラがあるって信じてるのよ。じゃあ普通に遊んで行ってるのかも。遊びでドッキリをすると思いますか？思います。信じてくれないんだね。あなただって信じないわよ、あなた。じゃあいつから好きだったのか？イケメンなんだ。知らない。あのね、6年生 の、 12月にウームの忘年会があったのよ。その時にいて、で、LINE 交換して、そっからだから。なんかさ、ほんと信じない。嘘っぽいんだよね。じゃあ私も仕返しできました。信じますか？信じます。なんでそんな人を簡単に信じれるんですか、あなたは。あなたね、信じていいけど信じてはいけないことがあるんです。でもこれは信じていいことなんですよ。なんかね、嫌なんだよね、私。うん、なんかじゃあ、ドッキリ大成功ってそれで言われるのが嫌なんですよ。大丈夫、言わないから。言うんだよ。で、昨日、で、昨日、電話で告白されて付き合った。なんで昨日なの？え、昨日の夜だよ。ガチガチガチ。え、なになんで笑ってんの、そんな。ね、なになにその目。来て、マジ。ミスター業界一番だから、うん、携帯のあの履歴を見せて。ねえ、ねえ、何？じゃあ LINE 画面を見せろって。ちょっと待って、見せて。 LINE 画面じゃないって言ってんじゃん。電話した時は何時何分。見て。誰？ねえ。何ですか？ほら見て、ね、見てほら。見ないで。他のとこはちょっと嫌だから、恥ずかしいから。嘘だ、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 ほんと、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 あー、カメラ！違うよ、カメラが、カメラじゃないって。カメラ？違うよ、カメラじゃない。ねえ、さっき、なんで言ってくれないの？てってれー、てってれー、カメラ？今日はアルさんに彼氏ができたと伝えたらどんな反応をするのか、ドッキリでした。信じましたか？信じてません。もう最悪。ちょっとねえ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 、ちょっとさ、エムちゃんに、エムちゃんに引っ掛けていい？これカメラ？本当にカメラ。もう最悪。飛んでました。はあ、じゃあちょっと気づかなかったかも。他に誰かいないかな。ここで分かったんだよ。え、マジか。最悪。もっとちゃんと仕掛けられたらなと思いましたね。1ミリも信じてなかったよ。もう悲しい、うん、この時期にそんなことをしますか？しますよ。ちゃんと LINE 画面まで作ったんです。 LINE トーク画面ほら作れるじゃん。ほら見て。そういえばさ、 LINE ってさ、こうやってできるっけ？できる。あ、できない。できないんじゃん。もうちょっとね、現実的なの考えなさい。だって現実的じゃん、これ一番ね。今日はドッキリ大失敗でした。ありがとうございました。え、ちなみにもう信じなかったの一切。ドッキリパラダイスですね、今日は。いやいや違う、さっきのもうひまわる解散のドッキリを説教としたじゃない。はい、あれ嘘だよ。本当はこの彼氏ができたドッキリを仕掛けたかったの。はい、ということで今回こんな感じで終わりだと思います。いつ作ったこれ？LINE あるちゃん来る前。なのでまた今度はドッキリで仕掛けたいと思います。はい、というわけで今回はこんな感じで終わりたいと思います。
では次回のひまわり動画もお楽しみに。せーの。